トップは近藤の29,000、その後白鳥25,500ですから、非常に僅差のトップ争いになっています。この接戦を制するのは果たして誰か。こちらが金子のハイパイ、そして白鳥手の中デキメンツ一つ、ドラはパーマンです。役ドラドラですか、池澤。ええ、うん、仕掛ける役ですね。何もあります。いや、もう中盤切りたいな。絶好、うーん、絶好の地層ですね。仕事もありますもんね。白鳥はちょっといい、また遠いですよね。近藤さんもちょっと厳しい。これはどういう風に仕上げるのかね。そうですね、はい、以上の点。ここでチーマン切る。白鳥の難がね、どのタイミングかによりますよね。いい形ですよ。そうですね、はい、おっと重なったら出ないか。いや、これ厳しいです。ダブなんですからね、はい、白鳥にとっては、はい、近藤さんのパーマンもちょっと出ないんで、これは逆に金子さんがチャンス、うん、そういうことですね。どうなるんだろう。ああ、もう完全にそうですね。なんとパーマンのシャンポンの形決めた。ええ、おお。さあ、どこを切るんだ。難しいですね。ええ、僕は仕事も見れるんだね、これね。あ、そうですね。パーソチーソー、あるいは3ピン2ピンと落とせばね。ピンズもいいですからね。そうすか、とりあえず。あ、一番あの受けの広さはそうだね。そうですね、受けましたね。役にはこだわらずと、親だし、うんうん、それとああいうメンツがいっぱいある手っていうのは、あのジャントは後でできるよっていう考え方でいいんですか。まあ、そうですね、まあ、ジャントを潰れてのテンパイになるケースがかなり高いんで。あ、そうですか、はい、どっかでおそらくパンズが先にスチーマーが埋まったらリアンウピンでリーチいくんじゃないですかね、はい、ノベタンで。ノベタンでね、はい、うーん、厳しそう。おとなしめの選択をしましたね。そうですか、池澤がさっきローピン切ったんで、はい、合わせる格好で。入らないね、金子はヤンマンつもぎり、プロもね、9枚引くとちゃんと3色見えますからね。うん、ね、あ、初はポンしましたね。仕掛けた近藤。チーピンいいんじゃないですか。ペンチーピン、はい、チーピン自体の間違い、うん、そして実際山に3枚。おお、そうなんだ、はい、問題は金子さん来た、うん、ありますね、行きますね。これで3ピン切って、うん、待ちはスチーマンリーチ打った。スチーマン手の内2枚、あ、2枚、4枚残り。うーん、この親リーにぶつけていける人は、まず掴んだ。パーピン9ピンで回れるか。うん、ドラ表ですもんね、普通の愚形のドラ絡み待ちもありますし、池澤はチュンそのまま切る。回れた、回り切れた。おウッパーマンテンパイ、上がり目も出てきたぞ今度。
まあ、9ピンはねもうワンチャンスになったんで押しやすい。おっ、これはおお自力転敗、これ強い、ドラさんにした。はい、リャンマンは白鳥間に合ったけど、次はもうウーマンは出る筋じゃないんでね、ウーマン2枚。これ金子に引かせることができたらまたちょっと面白い展開になるんですか。そうですね、これはやめたい、やめたいけど勝負どころと踏んで、ああそうですか、踏んだか。そしてこちらも勝負どころだ、池澤3万だ。選択、いや押すんじゃないですか。押す、来た、すごい、ね、ここで金子さんに上がられるだけじゃなくて取り返すチャンスですからね。そうですね、はい、ここは金子包囲網になっているのか。数万は打ちません、白鳥。いやもうこうなるとほぼほぼ1点引きじゃないですか。この下はでもきついのかな。スッチーピンの筋は通してもイースーピンはね一応ワンチャンスですけど、3ピンギリリーチで、うん、そうですね、でも感覚的にいけると思ったら近藤さん行くんですけどね。いやー、いた、ここは池という指令を出したか。あれ読みじゃないんですよ、感覚、感覚だけです、はい、あの押してんのは。まあプロ雀士最後はその辺にね選択肢を委ねるということがあるんでしょうか。勝てるかですよね、あとは、まあ、その包囲網をかいくぐって上がりきることができればまた優勝に近づく金子。すごいプレッシャーですよねこの包囲網、池澤もつぼに力が入っている。ウヤリーチに2人が突っ込んできてるから ね、 そ、 うですよね。そして金子まだ引けない。リャンマンも1枚生きてるんですよね。リャンマン1枚、ウーマンが2枚ですか。うん、どうだ、まだだ、2枚残り。そして金子リャンピンダメ、流れた、ここに流れた。で2対2、白鳥もここは誰にも打てない場面。2対1です。決着つくのかつかないのか。珍しく池澤力入ってますね。ねえ、ねうん、ねえ、これどうなります。でも2枚ずついるっていうことは、あ、こっちに、こっちに来る。いやこれだけね近藤さんと木澤が押してたらこの筋もう打てないですよ、はい、ねえ。あと1枚ですか。マンズ対決、うん、2対1か。3万に変えるかな。3万切って、うん、3万切ってますからねさっき、そっちはまだ取ってないんでね、うん、3万がね当たりですね。実際ね変えましたよ。こっちの上がりはもうあるんですよね。数万がいるんですか。1枚、数万、あと1枚いますね。あ、白鳥が使ってるだけ、はい、これまた運命が変わるかも。どうだ、ピンズ9ピン、近藤さんが入って残りの山が少ない。うわ、数万だ、これはすごかった、はい、金子数万引いた。さあそして裏ドラは乗せた、でかい、あでかい、これはでかいね。ラス目から一気にぶっこ抜いて、はい、4000オールの上がりをものにしました。